感想、ユースの話、はい、今日まで聞いたことなかったんだなって今日初めて気づくことが多かったんですけど、あんまりこんなね、かしこまった話あんまりしませんから、ね、もうゴルフ場でね、はいはいはい、順番次誰でしたっけとか今日も杉本さんにお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昔を、回想しますと、はい、杉本さんと、思えばなんだかんだもう12、3年前そうですね、に、ね、はい、初めてお会いさせていただいて、当時あのインベスターネットワーク社そうですねの時にアポイントいただいて、はい、営業しまくって押しまくって、もう最後杉本さん、ああ、もうわたわたみたいな感じで契約してくれたっていう、まあ、そうですよね、はいはい、その説ありがとうございました、はい、あの IR ナビ、はい、これはもうビルズ社にとって外せない事業、はい、IR ナビがコアにあるからっていう話がちょっとあったと思うんですけど、はいはい、そこの部分をお聞かせいただいてもいいですか、うんうん、はい、上場してからほとんどプレミアム優待クラブの話しか聞かれないんですけども、うん、あの実は IR ナビは創業してから15年ぐらいもうすでに運用してまして、うん、もう300社近く導入企業があって、そうですね、そうですね、はい、しかもその日本を代表するそのナショナル企業を、はいはい、に結構入ってるっていう、はい、そうですね、あの7割ぐらいが時価総額数千億から数兆円と言われる、うん、まあ、東証一部のお客様ですね、うん、もう誰もが知ってる会社ですよ ね、 そうですね、例えばあの、まあ、オリックスさんとかですね、もう10年以上 IR ナビをお使いいただいてますけれども、うん、過去15年分ぐらいの、うん、ファンドマネージャーやアナリストとの、うん、まあ、面談履歴、うん、これをすべて IR ナビというグループウェア上で管理をされてますよね、うんうんうん、まあ、主なファンクションは2種類ありまして、うん、まあ、1つは先ほどその日本株式会社の、まあ、構成のお話したと思うんですけども、大きくは一番持ってるのは外国人なんですよ、うん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 、でもう1つが国内の機関投資家、うん、でもう1つが個人投資家じゃないですか、うんうんうん、で IR ナビはもともとこの外国人投資家と国内の機関投資家が自社の株をそれぞれ誰がどれぐらい持ってるか、うん、管理するための機能、うん、可視化して管理する、そうですね、これが分からないと、資本政策というか IR 戦略を作れない、うん、わけですよね、うんうん、でもう一つは投資家に対して業績であったりだとか、まあ、将来の成長戦略ビジネスモデルなんていうコミュニケーションを取るわけですよね。あ、こっちから、そうです、うん、大企業の場合はほとんど、うん、議事録とか履歴を取ってますから、ミーティング履歴ですね、そうです、ミーティング履歴を取ってるんですよね、はいはい、でそれを IR ナビは管理する機能を備えてるんですね、うん、でここが、まあ、一番その使っていただいてる、まあ、理由になってるかなという、うん、まさになんか、はい、クラウド議事録というか、はい、グループウェアの機能ですね。そうですね、うん、この IR ナビでですね、うん、まあ、外人と今申し上げたその国内の機関投資家の管理とそこのコミュニケーションをネット上でできるので、うん、個人投資家をも管理ができるようになったら、うん、まあ、IR ナビはいわゆる、まあ、主要な3つの投資主体を、うん、まあ、一元管理できるっていう、まあ、そういうサービスになるわけですよね。完成形ですね。そうなんです。それがあれば、はい、まあ、そこでプレミアム優待クラブと、まあ、つながるわけなんですが、プレミアム優待クラブに会員登録してもらった個人株主の属性が IR ナビ上で管理できるっていう仕組みに今なってるんですね。なるほどなるほど。株主名簿には名前と住所しか載らないんですけども、プレミアム優待クラブと IR ナビのつながっている個人株主名簿は、うんうん、名前と住所の他に E メールアドレスと生年月日と、うん、株式の運用資産投資スタイルとか、うん、まあ、こういう情報まで網羅しているので、外人個人、国内機関、国内機関、全てのその属性を一つのプラットフォーム上で管理を行えるっていう、まあ、そういうモデルになってるんですね。あ、まあ、一定の、まあ、5合目ぐらいまでは、まあ、来たのかなという感じではあります、ね、今5合目っていう話があったと思うんですけど、その残りがまさにその、はい、まあ、成長戦略であり今後の計画、うんうん、みたいなところになると思うんですけど、はい、そこはどうお考えなんですか。 IR ナビというのは企業側はそういう、まあ、3つの投資体を管理できるっていう設計になってるんですが、うん、そのうちのユーザーの中でも、はい、時価総額数兆円という会社さんは、うん、外国人持ち株比率が高いんですよ。今のマーケットだとしたら、うん、特にそのロンドン、エジンバラ、ニューヨークの投資家とのやっぱり IR ミーティングの頻度が高いんですね、うん、当社の IR ナビは、うん、まだそのドメスティックでしか使われてない、うん、
ていうツールなんですよね。今後の目標としまして、うん、今英語版を一つは開発してるんですけども、ほうほうほう、海外の投資家、海外のファンドマネージャーにもその、まあ、アカウントを発行して、うん、インターネット上でグローバルな機関投資家と結ぶ、おー、なるほど、というそこでそのインタラクティブに双方向に情報がやり取りされるような、うんうん、まあ、ネット上のインフラというか、うん、そういうのになって初めて、うん、まあ、8合目9合目っていう世界かなと思って、あともう一つあるのは、うん、株主に対して、うん、あの議決権の行使書とか、まあ、株主総会の案内とかってほとんどがまだ紙で送られてますよね、うん、だからコストを下げたいっていうニーズはもう10年前からいろんなところであるわけなんですが、うん、ありますね、インターネットの時代ですから、うん、まあ、ここを電子化させたいっていうのがあるんですよ、うん、IR ナビとこのプレミアムクラブのプラットフォームをつないで、うん、はい、議決権の行使書と、うん、それからいわゆる法定書類とかを、はい、まあ、インターネット上で電子媒体で、まあ、やり取りできるっていうような、うん、あのものをこう完成させたいと、まあ、それは今スタートしてるんですけども、うんうんうん、あのこれを一般的に使われる携帯まで持っていける、あ、持っていければ、まあ、まあ、ようやく完成形に近いという感じはします。実現できると、はいはい、その実現の難易度は杉本さんが、ええ、パワープレイで回るのとどっちが難しいですか？それね、いや両方かなり難しいんです。僕杉本さんと回ってますけど、杉本さん、まあ、そうそうパワープレイでは回れないと思うんですけど、回れないですね。そっちのハードルの方が高いと思うんですよ。高いですよね、はい、まあ、でも、はい、ね、あの、はい、杉本さん、あのホールインワンしちゃう人なんで。いやいや、それは偶然ですからね。先月見ましたよ、はい、偶然ホールインワン。もうコメントになんか、ね、200件とかなんかそんなん来ててそうですよね、さすが持ってる男みたいな、うん、だからビジネスでもああいうことが起こってほしいなと思ってますけどねここまで16期ですか、うん、そうですね、まあ、ね、2004年創業ですよね、はいはい、そうですよね、はい、山あり谷ありで、うん、まあ、リーマンショックの後なんていうのはもう倒産するかなって何度思ったか分かりませんけども、ここまで生き残ったというか生かされたというかね、本当にありがたいことだなと、まあ、感謝してますので、うん、まあ、資本市場のためになんか、うん、貢献できたらいいかななんて思ってますけどね、うん、はい、なんかいきなり、ま、はい、なんかかしこまったかっこいいこと言いましたね。いやいやいや、すいません、まあ、柄にもなくて、やっぱり IR ナビのベースがあり、うん、歴史があり、蓄積があり、うん、はい、でプレミアム優待クラブも、うん、あの溜まっていけば溜まっていくほど、はい、あのいろいろ提供できるソリューション本当増えますよね、はい、IR ナビの方はもう15年やってますでしょ、うん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 、でそうするとこの15年間に延べだ と、日本の東証一部の企業は600社以上使ってるんですよ。なので、うん、その都度ですね、うん、あの、あそこをこう改良してほしい、ここのサービスをこう変えてほしいっていう、うんうんうん、あの改善要望っていうのが、うん、あの400ぐらい来てるんですね。でそのうちの半分ぐらいはあの回収してきたんですよ。なるほど、だけどまだ200件ぐらい残ってるんですね。でそれを今ちょっとずつやっていこうと思って、まあ、つまり、うん、あの日本のその上場企業に、まあ、ユーザビリティを含めて育ててもらった、うん、あ、そういうサービスだと思ってますね、はい、はい、みんなの IR ナビですね。そうですね。いやー、すみません、うん、あのちゃんとユーザの話、はい、今日まで聞いたことなかったんだなって今日初めてあの気づくことが多かったんですけど、そうですよね、あんまりこんなね、あのかしこまった話あんまりしませんから。そうですよね、もうゴルフ場でね、はいはい、順番次誰でしたっけとか、まあ、たまにはこういうね真面目な話をするのも全然、うん、開拓余地まだまだありますね。まあそうですね、うん、そこはまあ大きいかなとは思ってますけどもね、うん、はい、うん、まあ、日本だけじゃないですね、資本市場っていうのはやっぱりグローバルで動いてますから、うん、そうですね、香港もあったり、はい、アメリカ、まあ、もちろんアメリカ最大のものですけど、そうですよね、はい、まあ、優待という文化は日本特有の文化なんですよね。ですけれども、あの機関投資家やアナリストまあ、対象とした IR っていうのはグローバルで共通なので、うんうんうん、そこは全然大きいかなと思いますね。なるほど、はい、すみません、あの、はい、またぜひ番組に乗ってもらいたいんですけど、はい、ここ行きますか、花屋さんとか桶山さんとか。ぜひぜひ行きましょうね、それ楽しみにしてますからあの今週ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。